2022年、あなたを未知なる世界へ誘う映画バブル、ついに公開。じゃあね、またね。日本が世界に誇るアニメクリエイター、そして豪華声優陣が集結。圧巻のグラビティアクション。その見どころを紐解いていこう。外の世界はあいつらにとって息苦しいのさ。映画バブルの見どころは、重力が壊れた東京を舞台に街中を駆け回るパルクールのチームバトル。進撃の巨人の荒木監督とウィットスタジオが縦横無尽なカメラワークで描く躍動感あふれるグラビティアクションは必見。そこには荒木監督と河村プロデューサーの新たな挑戦があった。今回パルクールアクションっていうのが醍醐味の映画になっていて、アクションを2人ともするんですけれども、その中で恋愛感情が発生していくっていう表現がすごいユニークだなと思いましたね。体が躍動していく中で2人の気持ちが通じ合っていくっていう表現ができる監督ってまあそういないだろうなと。パルクールは進撃の巨人他でも割とその普段から参考にしてたんで、じゃあ今回はもう一段本格的に踏み込んで参考にしようと、プロのパルクールプレイヤーの善さんに協力していただいてお話を聞いたり、大いに活かさせてもらいましたね。ハイスピードなバトルシーンには国内外で活躍するパルクールアーティストの善が参加。人物によって動きを変えながら手に汗握る迫力のシーンを作り上げていった。歌はナチュラルというか、どちらかというと動物、まあ、猫みたいみたいな作品の中でもありましたけど、まさに自然とその動きが必要だからやってたりとか、反対に響きはものすごく努力で一個一個動きを突き詰めてコントロールしてる、全然そこのベクトルが違うっていうところはすごく上手に表現されてたなって思います。体の動きなどリアリティにこだわった善のパルクール。そして荒木監督の圧倒的な絵力で東京の街を疾走する少年たちの姿が描かれた。さらに主人公の声を務めた志尊淳もパルクールのシーンではさまざまな工夫があったという。志尊さんは特に体を動かした方がよりリアルなアクション、リアルなお芝居が引き出せるってことで、ひざまずいてみたり、マイクをものすごい下に置いてみたりっていう、そのなんかいつものアニメアフレコではやらないような、その体で芝居できるような環境を作ってくださってて、それはすごいハマったなと思ってますね。そして、うわびっくりした、王子様。響きの前に突然現れ、パルクールで東京中を駆け回る歌を演じるのはリリア。一方で歌っていうキャラクターがある種地球外生命体として徐々にこう人間らしさを習得していくというキャラクターなんで、ある種のたどたどしさとか、この映画を通じてこうお芝居というもの自体を習得していくみたいな、ドキュメンタリズムみたいなのも持ち込めないかなみたいなずっと思っていたのと、歌を歌うというキャラクターだったんで歌える人の方がいいのかなみたいな、実際やってもらってこうインパクトがあって、そんでこうそのなんかその無垢な感じというか、それはこうやっぱ歌ってキャラクターにすごくふさわしいものだったんで、一番ハマったなと思ってますね。圧巻のグラビティアクション映画バブル。響きと歌は不思議な音に導かれ、世界を変える真実へと立ち向かう。日本を代表するアニメーション監督を世界に紹介していきたいって気持ちはすごく自分の中であるし、まあその映画でどういうふうに世界中でコミュニケーションするかってすごく考えている中で、まあ荒木哲郎という才能を映画という形で紹介したいって気持ちはすごく多かったし、多くの方に見ていただきたいなという気持ちはあります。今までになかった感触として、甘やかなこう寂しさであるとか、心がこうヒーリングされたような、そういう感触で映画館を出ていていただける、そういう風になったらいいなと思ってて、自分からこういうものが生まれる時が来るなんてなーなんて、こうなんか一言みたいに喜んじゃったんですけど、皆さんも期待してほしいなと思ってます。映画バブル、新たな映像体験をぜひ。